あのもう随分5年6年ぐらい前なんですけども品川駅とか東京上野のあたりをこうブラブラしてるとその外国人と思われるね若い女性が声をかけてきて、まあ、いわゆる立ちんぼとかねキャッチみたいな感じなんですけども、まあ、売春のセールスをしてくるんですよねで私はまあちょっと外国人の方苦手なんでお断りするところもあったりとかねちょっと気持ち悪いなと怖いなと思ったんで所属だと立ち去っていくわけなんですけども。 まあでも彼女たちは日本に来てそうやってね賠償することによって生計を立てて仕送りなどをしてるんだろうなということは容易に想像ができたわけなんですよ。で、昨今この2、3年でですね大きく変わったのはそういった外国人の若い女性がこれいわゆる立ちんぼをしてるところがねだんだんなりを潜めてきて代わりに日本人の10代から20代の女性がそこに立ち始めたんですよね。つまりは立ちんぼが あ日本人がやるようになって、外国人が、ね、いなくなってきたんですよ。まあこれはニーズの変化というよりも、まあ女の子がね、若いミソラで、まあ主には18から25の女性が、あの恋愛よりも、あの売春をもう求め始めたっていうかね、うん。なんか場合によってはね、その18から25っていうと、まあ男性の感覚から言うと、まだそこまでね、恋愛も生体験も少なくって、 そういったところに億劫くになったりとか、あと一つは、もうちょっと大事にしたいなっていう気持ちがあったりとかしてね、なかなか理解し難いものがあるんですけども、まあ若い女性は、うん、まあいろんな事情があるにしても、自分の体を、うん、そういっお金に変えることを厭わないような形になっていたのかなと。前回もちょっとね、別の動画でお話したり、ライブ放送でもお話したんですけども、婚活女子っていうのがいるわけですよ。婚活をして、そして、まあ見事ね、自分の思ったような、 パートナーを見つけて、成婚に至るっていう方の確率と、18から25歳で、売春に手を染めてしまう女性の率が、大体一緒になってきたということがね、まあ、いろんなデータがあるんですけども、その中の一つとしてサンプルが挙げられていたっていうところがあって、それを紹介した、まあ、そんなことがあったと思いますけども、だからね、女性が18から25になってきて、自分の人生をしっかりとね、見ていったときに、まあ、素敵な恋愛と、 そして自分のことをね受け入れてくれる素敵なパートナーのためにこうこれからはね身を立てていきたいって思う人もいればそうではなくって自分のことをねもう性処理のハケ口として軽んじる人に対してまあ2万3万その辺の金額で手を打っちゃう女性もいて女性の価値観っていうのもね、うん、そういうふうに乱暴に分けるべきではないんですけども 客観的に見たらまあ結婚も売春も似たようなもんというふうに数字では見えてしまうのは、うん、なんかこうちょっと悔しいところがありますよね。で日本人男児としてちょっと言いたいのは同じねこの日本で暮らすウルき乙女たちが自分たち日本の男の目の前を通り過ぎて、まあ、そういうふうなわずかな現金で体を売るような世界に入っていくことを。 やっぱり、ねうん、まあはっきり言うと止めるべきかなと思うんですよどうやって止めるかって言ったらそういう女性と、まあ、あのがっつりね司法固めで恋愛をしてみたらどうかなと思うんですよね多分彼女たちもそれを望んでるんじゃないかなって気がするんですけどねそう思いたいですよね女の子自身が自分のことをその売春婦になってしまってそして場合によってはね 真面目な恋愛をその後しようと思った時にその過去を黒レシキって言って都合のいいように忘れてしまうそれでいてなんか言ってみればねうんなんかいろんなとこで穴だらけになった、まあ、そんな女性の最終的な責任を取るのが一番誠実な彼氏だったり旦那っていう目にはめに合わないようにねなればなぁと思うんですよね、うんまあ、だからね男性はね18とか25で買収に手を染めるって選択肢はないんでますますね そこは思いがありますよね。女性がそういうことに手を染めてしまう。それに抵抗がない。あるのかもしれないけども結局それを選ぶみたいなね。男性は血ヘルを吐いても稼ぎに行かないといけないんで選択肢がないがゆえの純潔を保てるわけですけどもまあでも純潔って言葉自体がもう古いのかもしれないですよね。自分の体を好き勝手使ってで過去のことはなかったことにしようというふうに気持ちの切り替えできるたくましさが。 女性を女性楽しめてるのかもしれませんけどでもある人がねこういうこと言うんですよね家庭を作って子供が生まれましたと可愛い,い子供でも子供が生まれてきた自分のこれ女性の話ですけどね自分のここは随分関係ない人に使い古されてきたなっつってねちょっと浅原、うん、自称自重していましたよね自分自身のことを笑っていたってことなんですけどまあこんなとこから生まれたくなかったらな子供子供みたいな感じで負い目を持ってるみたいですね それはちょっとねあの、自重気味に言われてましたけどもその深い悲しみと消せない思いっていうのはなんか妙にね私の胸に迫ってきましたね、うん、まあそういうところで新宿歌舞伎町で20代の立ちんぼ女子が急増中ということでね、えー、お話ししてみましたけども、うん、なんか私の話もまた外れかもしれませんよね、うん、まあとりあえずそんなところでございますお疲れ様です